台湾の皆さん、こんにちは。私はですね、千葉剛と申します。以前に、この元チャンプの編集長もしていたんですが、現在は、事業企画部というところにいまして、今回台湾の SS32 分の1マイルの、担当となりました。で、元チャンプ、この元チャンプっていう雑誌はですね、ミニバイクレースやバイクの、ミニバイクのカスタマイズをメインに扱ってきているんですけれども、10年以上前から、ミニバイクレースだけではなくミニバイクのドラッグレースも、開催し始めておりまして、で、ここ10年弱では台湾でも SS32 分の1マイルの大会を開催しています。で、10年ぐらい前からですね、ライダースタイル社という雑誌、台湾の雑誌社に協力を得て、開催してきたんですが、今年はいろいろな事情がありまして、元バイさんと一緒に開催することになりました。今年はですね、今年の開催は12月の開催になっておりまして、あまり暑くな、台湾もともと暑いですけど、あまり暑くない、気候で、タイムも出やすいかと思いますので、皆さんぜひ参加、もちろん見学もありですので、皆さんどしどし、ご来場ください。よろしくお願いします。